今回は革ベルトの簡単手入れです。まずはこちらの馬毛ブラシで表面のホコリを落としていきます。次にステインリムーバーで汚れを拭き取っていきます。ベルトの金具部分の汚れも拭き取っておくといいでしょう。続いてマスタングペーストで革の油分を補給していきます。マスタングペーストは体温でも溶けやすいので扱いやすいです。油分を補給した後はブタ毛ブラシでブラッシングしていきます。
最後はウエスで余計な油分を拭き取っていきます。手入れは以上になります。手入れ前と比べていかがでしょうか。革ベルト全体のツヤが戻ってきたように感じます。こちらのジャベツクリフは老舗バグメーカーだけあって革がとてもしっかりしています。革小物の手入れは気分転換にもなるのでおすすめです。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。